素晴らしい。え、はい。今の何ですか？片岡さん、もう、の今のは番組ね、のね、導入の看板が出たの、看看板板が。が出ました。すごいすごい。今日からスタわあ、素晴らしい。ート。はい。あ、じゃあ、片岡さん、どうぞよ岡ろさしくおん、願いいたしどまうもす。よろしおくお願い願いします。します。もうこれレコーディング始まってますかね。始まってます。始まはってい、まわす。かりました。じゃあ改めまして、片岡亮太です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、7月、今日26日ですか。舞台に立ってないとどんどん曜日と日にちの感覚がぐちゃぐちゃになっていくので、わけが分からなくなってるんですけど、今後半ですね、準備しながら高次の機能障害の方たちの番組、拝見というか拝聴を僕の場合はしてたんですけれど、すごく意味深い話がいっぱい出ていたので、なんていうか、感動したっていう言葉もあれなんですけど、この「ミラクル TV」の可能性をすごい感じるトーク聞かせてもらいました。前回からですね、この配信が割と演奏のクオリティが上がったおかげで、なんか一気にですね、アーカイブを見てくださる方が増えたんで確す。かに確かに、すごい増えましたよね。60人ぐらいは多分見てくださっていすごい。て、で、まあ、そういうことを考えると、もしかしたらこれもね、聞いてくださ、後々聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないんで、この「ミラクル TV」の他のコンテンツ、チャンネルの中にアーカイブいっぱいありますので、ぜひですね、なんかこのタイトル興味あるなとか思ったものがあった方はですね、ぜひちょっとこう見ていただいて、なおかつ先ほどのその高次の機能障害の方たちで言えば、いつ自分たちがそういう障害の状態になるとも限らないわけですし、でもしかしたら今そういうことで悩んでらっしゃる方もいっぱいいるかもしれなくて、で今の時代だと、まあまあ多くの人はネットでいろいろ検索なさると思いますから、そういう人たちにとってこう何か未来の光であったりとか、それからそのこれからどうしたらいいかっていうちょっとした道筋でつながるべき場所とか、なんかそういうことがギュッとこう詰まってるコンテンツなんじゃないかなというふうに感じたので、アーカイブで見てくださってる方もぜひいろいろこう探してほしいなと思うし、改めてこの「ミラクル TV」ね、本当だったら一般のテレビとかでもっとこういうことが取り上げられるといいんでしょうけれども、定期的にさまざまなその障害とか福祉について、すごく楽しく発信がされてる「ミラクル TV」素晴らしいなっていうふうに感じました。で、そのつながりで、ちょっとつらつらとお話ししてしまうと、最近の僕の動向といいますか、動きで言うと、今ですね、2020年の7月末ですけれども、文化庁が、僕らのようにその表現者、まあ、芸術、文化芸術活動に従事している者たちのためにですね、継続支援の、まあ、給付というか補助の制度を立ち上げてくれていて、でそういうものに申請を出そうとしているんだけれども、以前もですねちょこっと話したんですが、なかなかその今、まあ、コロナのことで、オンライン申請というのがどんどん増えていますけれど、そのオンラインの申請をしようと思った時に、まあ、僕ぜ全くの全盲で、その音声の出るパソコンでこういろいろ操作したりするんですけれども、そういう中で、まあ、独力ではほぼ申請きついなというようなウェブサイトの、構成になっていたりとか、で目で見ても分かりづらいような申請の書類のフォーマットだったりとか、そういうものに、まあ、随分動きを阻まれて、いて、スピーディーに、まあ、行動が取れない状態が、続いています。で、
まあ、そういうことについて、まあ、SNS でですね、ちょっとこう思いの丈、それはその別に国を批判、国だけを批判するとかじゃなくて、まあ、今年開催かないませんでしたけれども、そのパラリンピックをこうこれから、開催しようと思ってる日本だったら、例えばそういう、まあ、アクセシビリティとか合理的配慮っていう言葉でよくこういったこと、その障害あるなし関係なくアクセスできる状態にしようよっていうのをそういうふうに言いますけれど、そういうのをそのパラリンピック をやるから、頑張んなきゃみたいな感じでこうなんか祭りの神輿みたいにするんじゃなくって、うん、平常時に本当にその、まあ、日本だったら当たり前に水道の蛇口ひねればお水が出るとか、道路が整備されてるとか、それって日本の中では当たり前のことになってますけど、それと同じようにそのアクセシビリティとか、合理的配慮っていうのは生活必需品なんだよっていうことを、認識していかなければいけないし、でそれが整ってないっていうことは不便を強いてるとかじゃなくて不公平なんだよ、不平等なんだよっていうことをどん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 その、障害当事者だったり家族とか、もちゃんと発信していく必要があるし、認識をしていく必要があるし、伝えていく、社会全体で共有していく、そういうなんか理念の共有がなかなか日本で進んでないんじゃないかななんていうことをですね、まあ、SNS でこうバーッとこう思いの丈というか書いたらですね、思いのほかいっぱいの人に拡散をしていただいていて、嬉しいなっていうのと同時に同じように顔を感じている方、それから変わっていかなきゃ変えていかなきゃっていうふうに思ってらっしゃる方がきっとたくさんおられるんだろうなということで、とてもまあ、嬉しく思いつつ、僕もその発信できうる立場に、いる身として、本当にその、まあ、くしくもこの新型コロナウイルス感染症がいろんな問題顕在化させたなっていう気がするので、言葉は不適切かもしれませんけれども、変化のきっかけに、していけたらいいなと思って、僕なりにまたこう発信していかなきゃななんていうふうに思っている最近です。はい、ということでですね、演奏の方も進めていこうかなというふうに思うんですけれども、前回からですね、太鼓の音をズームが雑音と判断しない手段として、いろんな音とセッションをするっていうことを、続けております。つい最近ですね、Zoom を使って、学校の授業をまた久しぶりにやったんですけれども、そのこちらはですね、このミラクル TV で配信してるのと同じような状態を作って、太鼓の音を生徒たちに聞いてもらって、で画面の向こう側には学校の太鼓を打っている生徒たちがいてっていうことをやったんですけれど、やっぱりですね、何の設定もいじったりとか、そのズームの設定いじったり、それからバックグラウンドで何か鳴らすっていうことをしてない状態のズームで太鼓を打つと、まあ音としてやっぱり成り立たないんですよね。ということを考えると、まあある意味ズームと共存がうまくできているんだなと、Zoom 側のシステムが向上しているということではなくって、こちらのアプローチがうまくいってるっぽいなっていうことが、分かって、嬉しくなったところです。ですね、体力が、まだ全然残ってるうちに大太鼓でちょっとがっつり演奏してみようかなというふうに思うんですけれども、今日は何の音でセッションしてみようかなというふうに思っていろいろストリーミングのサイトを見ていたらですね、なんだっけな、知床の音という知床、知床、北海道ので、要はあっちの方寒いからっていうんですの、うん、フローズン波っていうんですかね、なんか凍った波とか、氷河ね、流氷の音、ね、流氷、なんかそういうのの、音が集まったストリーミングのものを見つけまして、ちょうどね、いい感じに暑いですから、音だけでもひんやりしていただこうかなと思いまして、知床と
オンラインセッションをしてみようかなというふうに、思います、また即興でやりますのでどうなるか分かりませんけれども、準備ができ次第、演奏の方行ってみようと思うんで、すいませんが僕以外、ミュートに切り替えておいてください。
晴らしい。ありがとうございます。いやー、いい音だった。すごいすごい。ちょっとなんかね、息がめちゃくちゃ上がってきた。すごいですね。すごいね。これね、これあの、そのまま聞くのもいいんだけど、イヤホン絶対した方がいいですね。あ、そうだ、言い忘れた。そう、イヤホン。そう、イヤホン。ぜひ聞いてください。今日も私も途中でイヤホンを外してパソコンからあの普通の音声で聞くのとイヤホンして聞くので全く違うんですよ。なるほど。ぜひぜひ。すごいね。もうどん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 もう頭にものすごい入って。実はですね、あの僕はあの基本的に見栄っ張りなので、人が見てると思えば頑張れる精神というのがあるので、バチをですね、普段使ってるのの倍ぐらい重たいんじゃないかっていう、ものを使っていて、なんかさっき面白い叩き方してましたよね。あ、そうですね、あの、この端の方に当てながら、あれは、元を言うと、歌舞伎とかのですね、あの音楽、まあ、歌舞伎のその黒ミスって言いますけど、あのその効果音なんかを担当する方たちが、大きい太鼓をの、端っこの方にその化けの種類全然違うんですけれど、その当てて、でそのそこにこうビビビビビって響かせながら、ね、なんか振動で感じるみたいな。そうです。で、それで、その、なんていうか、海の音とか、波の音、その海の波とか、川の流れとかを、その、ズー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 っていう音で、表していた、まあ、奏法があって、まあ、そこをちょっとお借りしてというか、感じだったんですが、普段ですね、主に使っているバチって これなんですね、お太鼓の時には。で、今使ってたのはこのぐらい違いますね。おお、重そうだな。太さと、長さと多分全然違う、そういうと思うんですけど、ちょっとですね、あの自分の技量の割には重たくやりすぎたなっていうか、即興演奏であの筋トレみたいなことをやるべきではないというのは結論に。なんか力強さがすごかったですね。ありがとうございます。だいぶ必死でしたね。もう汗の感じでもお分かりいただけると思うんですけど、筋肉がプルプルしてます。そうそう、その音に合わせてっていうその発想を得た、もともとのきっかけみたいなことがあったのを話してなかったなと思って、ちょっとそのことについてお話ししようかなと思ったんですけれど、前回原さんが確かなんかそのいわゆる太鼓っていうのよりももっとそのアートっぽい感じがアプローチとして感じますみたいなことを、ね、言ってくださっていて、でまさにおっしゃる通りだなと思ったのと、その自分の体験的にもそういうふうなものがあって、今から14、5年前、まだ、大学生だった頃に偶然出会ったあるアーティストさん、作家さん、関口恒夫さんっていう方なんですけれど、と、そういう方がいて、その方とですね、出会ったのが越後つまりっていうのかな、新潟の十日町市とかですね、あっちの、エリアで大地の芸術祭っていうアートのお祭りを定期的にやって、今でも多分続いてると思うんですけれども、そこの関係者と友達になって、で僕の存在を知ったその友人が、あ、関口さんと一緒に何かやったら面白いんじゃないかっていうことでつないでくれたのが関口恒夫さんって方なんですけど、この方どういうことをやってるかっていうと、僕の中では空間と時間をアートにしている人だなって思ったんですけれど、どういうことかというと、山の中に、レインボーハットと呼ばれる、ハットって帽子のハットではなくて小屋っていう意味のハットですね、レインボーハット、虹の小屋というかと呼ばれる、テントのようなものを作るんです。でそれが自然の素材、竹とかそういうものを組んでドーム状の大きい空間を作るんですけれど、その
テントを、まあ、レインボーハットの周りには、人工で池を作っておいて、で池の中に素焼きの、器に、鏡をあの表面というか、口のところにこう貼り付けたような、ものをあの沈めておくんですよね。でそうすると何が起きるかというと、池に、日光が当たると、まあ、その素焼きの亀というか器みたいなものをいくつも設置してあるんですが、その器に、ついているその鏡に、日光が反射して、で水がそのプリズムを生み出して、で竹で組んでいるそのレインボーハットの中に、膜とかをいろいろやっとくんですけれど、そこに虹が映るんですよ。で、その虹の中みたいな、空間がそのレインボーハットの中に出来上がっていて、で当時はその関口さんその中で、アフリカの僕も持ってますけれど、アフリカンパーカッションのジャンベとか、他のそのアフリカのパーカッションをいろいろこう集まってきたお客さんとか、まあ、僕とその関口さんその専任でこう太鼓を打ってたりとか、お客さんがそこに入ってきてみたいな、で踊り出す人がいたり、ぼんやり演奏を聴いてる人がいたり、そんなこう空間を作っている関口さんと学生の頃に出会って、で一緒にその、十日町市だったと思うんですけれども、の、まあ、山の中でずっとこう太鼓を打ってたんですけれど、しばらく何日かした時に、自分がこう太鼓を今あの楽器の上に、カホンの上に座ってるんでちょっと音出しますが、こんな感じで例えば太鼓を打った、で打ち終わった瞬間にカナ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 、日暮らしの鳴き声だったり、さーって遠くの方で流れてる沢のせせらぎが聞こえてきたり、風にファーってこう木々が揺れる音が聞こえてきたり、そういうのがバーって入ってきた瞬間があって、であれこんなにこの周りに音が溢れているのに、自分は自分がやろうとしてる演奏しかしてないなって思って、ハッとした瞬間があったんですよね。この音を聞かずに演奏してたらいかんだっていうか、この音にマッチする演奏、マッチする音を出してないと空間と全然その不一致のままやってたなっていうことをすごいこう感じたことがあって、でそれやっぱりその日からなんか片岡さん演奏変わったねっていうふうにその関口さんにも言ってもらったんですけど、なんかその大学時代のその経験、まあ、その後2、3年は確か毎年夏に遊びに行かせてもらったと思うんですけれど、まああのや、約1週間、ほぼ1日山の中でその関口さんと太鼓を打って、帰りに温泉入って飲んで寝るっていう、もうあのダメなやつの生き方みたいな感じの1週間だったんですけど、でもそれが、まあ、もちろんそのお客さんもいっぱい見に来てくれたりとか、あのレイブって言ってあの踊りダンスパーティーみたいなものを、そのダンスパーティーって変ですね、クラブ の、 そのダンスイベントみたいなものをそこで、そのすごい原始的な空間なんだけれども、関口さんはその DJ もできる人なので、電子音楽みたいなのをそこで流したりとか、なんかこうで、原始と未来があの一致して、あのなんかクロスオーバーしてるような、そういう空間を作ってる人がいて、まあ、その経験がすごく僕の中で大きくって、どうしてもその舞台で演奏するってなると、こう作品として、曲として成り立たせる必要が当然あるので、そういう、こうどこに向かっていくのか分かんないような演奏ってのはなかなかしづらいんですけれど、ここのそのミラクル TV でのこう演奏に関してはちょっとそこの時のスイッチを使ってというか、そこに、軸足をこう持ってやっているので、まあ、そういう意味で、どっちかというとそのアートを、そのいわゆる和太鼓っていうその一定の型のとか、いうものよりももうちょっとこう、広い感じで太鼓を中心にしたアートみたいなことが、できればなっていうことで、この時間はやっているっていう感じですね。ようやく息が整いましたね。なんかね
なんか自然とセッションって感じね。あ、そうです、ね、本当にそうで、うん、だからその山の中でやった時にそれはもうこっちの妄想でしかないのかもしれないけれど、僕が太鼓をそのって打った途端にカエルがグワグワグワって鳴いたような気がする瞬間とか、うん、同じようなリズムをそのカエルが刻んでるように聞こえる瞬間があったり、うん、なんかその音楽の一部として、自然が力を貸してくれてるような気もしたり、自分の音も自然の一部に慣れてるような気がする瞬間があったり、なんかそういうことをやろうとするとあまりに作為的な演奏をしてしまうとやっぱりこう自然から排除されてるような気がすることがあったりしたので、なんかそれってすごく多分自然の中で演奏したことがある方だったら、あ、分かる分かるってなんかすごいこう共感していただける感覚じゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、この配信の時には、なんていうかバーチャルでというか、想像の中でそういう、演奏をしているっていう感じですね。さっきもなんか流氷の上に立ってる、確かに、なんかバーチャル背景みたいな感じで、はい、そうですね、はい、なので、そう最初に言うべきだったんですけど、目を閉じて聞いていただけると、そう途中でそう聞いてもらえるとですね、この部屋の中でやってんだなっていうところからちょっとこう、そう目を閉じてイヤホンして聞くとものすごいです、ね、ありがとうございますなんかようやく本当にマイクの設定とかも太鼓がそこまで多分割れずに聞こえるような状態になって、全然割れてない、ありがとうございますどうしてもこうズームでやるとこうちょっとその電話で聞いてるような音声っぽくはなっちゃうから、当然本当の太鼓の響きにはならないんですけど、でもそういう風に、デジタル処理がかかっているおかげで、さっきから その BGM というか音は iPhone で流してるんですけれど、 iPhone のスピーカーから出ているやっぱりそのデジタル処理されている音もなんていうか、この僕のパソコンを通ることで、どっちもデジタル信号に変わるから比較的マッチするんじゃないかなというふうに思ってやっておりますっていう感じですね。でですね、ずっと自然音ばっかでやってるのも脳がないなというふうに思って、何かこう人の営みみたいな音と一緒にできないものかなというふうに思っていたらですね、僕の中ではぴったりなプレイリストが見つかりまして、ニューヨークシティっていう、ね、ニューヨークシティ、はい、ニューヨークですね、ニューヨークの街の音みたいなものを、なんかプレイリストにしてる人がいて、面白い人がいるなと思ったんですけど、それをですね、ちょっと流しながらやってみようかなというふうに思います。気にされる方もいらっしゃるかもしれないで一応言っておくと、この Zoom の配信もあとは YouTube のアーカイブも特に収益目的でやっておりませんので、バックで流している音も、厳密に言えば当然著作権とか発生してるんですけれども、収益に一応こう影響してないということで、大丈夫ではなかろうかというので、使わせてもらっているというのだけ一応お断りしておこうかなと思います、はい、見つかりましたね、ニューヨークのサウンドとともにですね、僕も2011年1年間ニューヨークに、1年住んでまして、ハーレム街ですね、マンハッタンと、マンハッタンのですね、北西部のウエストアッパーハーレムと呼ばれる地域の131ストリートっていうかなり、上の方なんですけれど、125ストリートっていうのがですね、いわゆるこうハーレム街の一番目抜き通りっていうか一番こう華やかなところで、アポロシアターとかそういうのがあったりする有名な通りなんですけれども、一般的に、
観光客の人はその125ストリートより上には危ないから行かないでくださいって昔はよく言われていた、エリアなんですが、僕が住んでいた頃はまあまあ、 多少危なかったりはするんだけれども、でもすごい綺麗になっていたし、こと僕に対して、その視覚障害で全盲の僕に対して、現地 の、 その、まあ、多くの黒人の人たちばっかりでしたけれど、当時はめちゃくちゃ親切で、散歩してるともう15分歩いてれば6回ぐらい、あ、手伝おうかとか、一緒に歩くとか、どこ行くのとか、サポートするよみたいな、サポート必要みたいな感じで、聞いてくれた、とっても、僕は未だになんか、思い出すと彼らの温かさであったり、2011年、ちょうど東日本大震災が起きた年に渡米して、で、住み出して2ヶ月後にその震災が起きたんですけれども、近所歩いてたら、あの人どこだったかな、アフリカの方の国の人だったと思う、エチオピアか、どっかの出身だって言ってたと思うんですけれど、の人が、あなた日本人っていう風に言ってくれて、で、あ、そうだよって言った途端にすごい抱きしめられて、あんなに小さな美しい国で、あんな風にこう悲しいことが起きてしまったことも自分はとっても悔しいし残念だと思ってるけど頑張ってねっていう風にこう抱きしめられて、もうその時結構そのもうナーバスになっていた時期だったんで、なんかそういう、こう優しさに、本当にこうあったかくなったり涙を流したりとか、そういうことがいっぱいあった、ニューヨークでした。で、一方で自分の努力不足だったり勉強不足とかいろんなことで歯が立たなかったり悔しい思いをした、1年間のニューヨーク暮らしだったんですけど、ニューヨークの音って聞くとですね、なんかそういうものをいろいろ思い出すんですが、その音と、ちょっとセッションをしてみようかなと思いますが、ちょっと太鼓のセッティングを直しますので、少し時間をいただこうと思います。この辺に立っててちゃんと見えてますか？大丈夫ですか？見えてますよ。もうちょっとね、もうちょっと太鼓寄りに、パソコンを向けると真ん中になる。あれですよね、奥様ともニューヨークで知り合われたんです、ね、そうなんです、ありがとうございます、山村優子というホルン奏者なんですけれども、で作曲家なんですが、たまたま共通の、友人がいて、あ、ちょっと待って、もっと今ちょっと行き過ぎちゃう、あ、そうですね、このくらい、はい、ありがとうございます。これやりすぎると変なものが映る可能性がパソコンのサイドにバランスボールが置いてあったんですね。そうだね。めちゃくちゃ際どい置き方をしているので。トレーニング用ですか？そうです。このコロナ禍で、なんていうか、どうしても運動不足になりそうだったので、デスクワークは全部バランスボールで座りながらとかやっていたり、デスクワークに飽きたって思ったら、バランスボールで腹筋振るとかですね、そういう常に鍛えて数ヶ月過ごしてますね。さて、ではミュートにします。はい、お願いします。ではニューヨークシティの音とやってみます。Thank you.
本を止めちゃったのかな。あ、大丈夫ですかね。聞こえますか。はい、聞こえます。すごい良かったですね。ありがとうございます。やっぱりなんかその合わせるものによってだいぶ雰囲気が変わります。そうですね、あの、うん、今は結構そのちょっとドラムっぽいっていうか、うん、パーカッションっぽいあのアプローチで、ちょっとニューヨークなので、まあ、グルーブっていうんですかね、あのノリを聞かせる演奏をしようかなと思って、やっていました。今ぐらいこう激しくやったときに音ってどうなんですか、うん、結構割れます、どうでした。割れてないですよね、私は大丈夫だ。皆さんどうだった。あ、丸だって、丸。あ、丸、あ、ね、丸大きな丸きましたそうですね、仕組みとしてはやっぱりこうなんか、何かが流れててくれさえすれば、うんうんうん、あ、太鼓鳴ってたのっていうふうにズームが思い思いっていうか、うんうんうん、特に何もせずに流してくれるっていう感じなんだなというかところですね、中途半端なんで、ちょっともうこれで演奏やめようと思ってましたが、せっかくなんでちゃんと曲もチラッとだけやって最後終わろうかなと思いますが、ヨタモノを1曲だけやって、はい、終わろうと思います。はい、カンカラリという曲がありまして、これがあのさっき原さんもやってくださった、あ、またあれですかね、息切れちゃうんですか。このぐらいですか。映ってます。あ、うん、大丈夫。はい、まあ、講師ともにパートナーであります山村優子が作詞作曲してくれた、カンカラリという曲を1曲打ち語り、叩き語りしてですね、終わりたいと思いますが、この曲は囃子言葉というのがあってですね、カンカンカラリカンカラリという、言葉が、出てきたら、カンカンカラリカンカラリで皆さんがカンカンカラリカンカラリと返すという仕組みになっているので、まあ、ミュートの向こうからですね、心で画面の向こうで声出していただいて、実際にはミュートにしておいていただきながらですね、一緒に手拍子とかしてもらいつつ楽しめたらなと。了解です。片岡さん、はい、あれ今太鼓が話題、大きな太鼓がセンターっていう感じで、片岡さん右の方にいるんですけど、それで大丈夫ですか。あ、ですね、多分そのぐらいじゃないと映んないと思うんですよね、うん、もうちょっとそのぐらい。あ、ね、今ドアの方向にパソコンに。あ、そうそう、そっちの方がいいかも、はい、ありがとうございます。すみません。じゃあ、最後に。はい、じゃあミュートにします。カンカンカラリカンカラリ、はい、カンカンカラリ
すごい。え、これあれなんですか？あの、ゆうこさんが作られたんですか？はい、メロディーと歌詞は、ゆうこが作ってくれて、まあ、リズムとかね、あの太鼓をどうするかっていうのはこちらが、あの曲をもらってから考えたんですけれども。そのフルを弾かれるけど、あの演奏されるけど、はい、こういうその何パーカッション的なその演奏も作曲されたりするの？あの、まあ、この場合はその、まあ、僕が歌うことを前提に、もう本当にそのメロディーと歌詞で、あの合うリズムは考えてくれという感じで、あの、まあ、僕の方で提案したりとかいろいろしながら、あのリズムは僕の方があの作るんですけれど、要はその曲に僕 の, その演奏スタイルに合いそうな、メロディーであったり歌詞であったり、掛け声であったりっていうのをあの彼女がこう提案して作ってくれるっていう感じですね。はい、疲れましたね。あのなんていうか、あの作曲家なんで、あのやっぱりそのなんていうか、それは僕だけじゃなくて、その他のアーティストの方にもそうだけれど、そのこの人に合いそうな曲ってどんなだろうとか、あのその人の演奏にこう潜り込んでいくっていうか、なんかその人の演奏スタイルとか、その人のいいところとか、そういうのをう考えながら、あの楽曲を提供。そうですよね。なんかだってその奥様もあれですね、作曲コンテストのジャズ部門で最優秀賞とかを多数取られてるって言って、いやすごいなと思って。いやなかなかね、知る機会とかってなかったりとか。そうですね。で特にねジャズってこう、うん、日本の中でやっぱり、ね、なかなか。こう人口の少ない分野だから余計にその情報として入ってきづらい部分もありますからね。いやもう本当生で見れるって思ったらめちゃくちゃ嬉しいですよ。9月。 ありがとうございます。妻もすごい楽しみにしてるので、うん、現地でじっくり生演奏。はい、よろしくお願いします。ね、あのいつもの環境じゃないから配信の方でどういう音になっちゃうか、ね、ちょっと。そうそう、それ心配ですよね。そうそう、うん、で、まあ、あのできればリハーサルも行ければなと。そうですね。ちょっと状況を、うん、チェックしておきます。はい、はい、ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。